2012から2013日本カーオブザイヤーを受賞したことは記憶に新しいマツダ CX-5。デザイン、技術ともにマツダが総力を注いだ SUV。クリーンディゼル車の存在についても改めて新たな。 切り口を与えた。松田の強烈な引き込み。松田 CX-5 発表。山内社長。松田の将来を決める車。松田 CX-5 発表。山内社長。SUV でグローバルシェア4%目指すパワートレーンに対する考え方。 マツダ CX-5 発表、ガソリンとディーゼル、理想は一つ。マツダ CX-5 発表、ディーゼルは、新しいパワートレイン、市場機では、乗り心地が高評価。マツダ CX-5 市場、日本の SUV 切手の高性能エンジン、河村康彦。マツダ CX-5 ディーゼル市場、トルク、燃費。 静粛性が好印象。青山直明好調な受注が続いた松田。山内社長。CX-5 増産後ものおしゃまち3ヶ月は、しばらく続くグローバルで、主力者種として、松田を支える。インタビュー。ロシア成功の条件は揃った松田中。峰雄二専務執行役員コッティ受賞。コッティ。次は、スポーツカーで、CX-5 で対象の松田藤原。 執行役員、こっち先行コメント、松田の受賞挨拶に驚きと感銘を受けた、桂新一、こっち先行コメント、86、BRZ、こっちのがドイツにも中国にも作れないでしょ、章。